相手になってやる。嘘だよ。あいつだ。もらった。あいつだ。相手になってやる。好きにはさせない。ありがとう。慎重に。結構無茶したな。どうしてこんなことに。何かの間違いだと言ってください。カタリナさん。さあルリアを渡してもらおう。カタリナ、どうして今になって帝国に味方するだなんて。そうだぜ、オイラたちは空の果てを目指して旅をするんじゃなかったのかよ。応じないのならば剣を構えろ、グラン。なぜこうなったのか。帝国で実験体とされていた青の少女ルリアを救うため帝国軍の騎士だったカタリナさんは帝国を裏切ってルリアを連れ出し追われる身となった。僕の故郷の村に逃げてきた二人と出会い危険な目に遭ったりしたけど、僕はルリアと命のリンクで一心同体になった。それがきっかけで憧れだったこの空の世界へ旅立つことができた。それなのに帝国兵を引き連れたカタリナさんがルリアを渡せと剣を向けてくる。なぜこんなことになったのか。もう明日だろ。
そろそろアルビオンに向かう航路に乗るからよ。準備できてんのかって思ってな。もうそんな時期か。姉さんに会うのも久しぶりだな。って言っても10日だけどね。でもこんなにカタリナと離れ離れになったのは初めてかもしれません。しかしあのカタリナがルリアと10日も別行動とはな。ユーラン、お前ずいぶん信頼されてんじゃねえの。大事な用事って言ってたけど無事に終わったのかな。その辺は心配いらねえだろ。さあオイラたちは準備しようぜ。うん、頼む。イオのやつにも言っといてくれ。うん。準備完了かな。ちょっと。今はロゼッタもオイゲンも留守なんだから油断しちゃダメだからね。なんでそんなの分かってるっつーの。うっさいトカゲ、私は万が一を心配して言ってるの。オイラはトカゲじゃねえ。アルビオンは街中に魔物さんがいますもんね。カタリナに会いに行く途中で襲われないよう確かに注意した方が良さそうです。そうそう、普通の街じゃないんだから。うん、気をつけるよ。現在ガロアル第一経路を航行中。天気は快晴、気流よし。よし、このまま行けば明日の朝にはアルビオンに到着だ。カタリナ元気にしてるかな。またいつも通りのカタリナさんに会えるんだと思っていた。でも現実は違った。そう、これは現実なんだ。僕たちはこれから大きな混乱と混沌に満ちた世界に飲み込まれていくことになる。カタリナさんとの待ち合わせ場所は。ああ悪い、先に荷下ろしを手伝ってもらっていいか。ここで補給もしてくだろう。空になった樽やらを下ろしとかねえと。カタリナとの待ち合わせまでまだ時間あるし、手分けして片付けちゃいましょう。うっしょ、うっしょ。おいおい、イラついてんぞ。それルリアには重いだろう。大丈夫です、私だって気空師ですから。それに早く荷下ろしを終わらせてカタリナに会いに行きたくて。そうだな。じゃあまあそれは頼んだぜ。俺は別のを運んでるからよ。手伝うよルリア、僕が半分持つ。ありがとうグラン。実は転んじゃいそうでちょっと不安で。それじゃあこっち側を持ってもらって。
ってた酒は結構前に全部飲んじまったはずだが。こいつ魔物が紛れてやがるぜ。積み荷に隠れてやがったのか。暴れられたら荷物がめちゃくちゃだ。ここは僕に任せて。これで決める。くらえ。もらった。よっしゃ。くらえ。くらえ。いけ。くらえ。もらった。くらえ。Quest clear. まだ行けそうだ。